そうですね、やっぱ幼い時からの夢ですし、まあ、自分にとっても、初めてのワールドカップなので、まあ、でもやっぱ出場するだけではなくて、やっぱそこで結果を残すことがやっぱ自分の仕事だと思ってるので、まあ、とにかく、まあ、まずはしっかりガーナ戦を得て、まあ、そこで結果を出してメンバーに入れるように頑張っていきたいと思ってます。まあ、今日その全選手がいて、そのフォーメーション練習をしたわけでもないので、まあ、どこのポジションでやるかっていうことは定かじゃないですけど、まあ、多分フォワードの一角になると思っていて、まあ、そこでやっぱり、まあ、フォワードである以上やっぱり結果を残すことが、まあ、重要だと思いますし、まあ、自分のゴールでやっぱ勝利に導ければベストかなというふうに。